k z ッ p は、ある場所を基準として、別の場所のファイル及びディレクトリを同期させるプログラム。データ転送量を最小化するため、ファイルの種類ごとに、適切な差分符号化を行う。k z ッ p は CVS などのソースコードリポジトリを同期し続けるために設計されたが、任意のファイルの同期ができるよう拡張されていった。ある意味でシンクに似ているが、いくつかの点で異なる。K、は、 サーバからクライアントへの転送が主となるのではなく、両方向のデータ転送を均衡させようとする。サーバとクライアントの CPU 及びディスク使用量を均衡させようとする。また、ファイルの種類ごとに異なるサブアルゴリズムを使って同期を取る。例えば、CVS リポジトリ内のファイルは特徴的な拡張、成長をする。k z ッ p は、 指定されたファイルが CVS ファイルであると認識すると、それ用のアルゴリズムを使ってデータ転送量を減らす。他にも様々なファイル種別について個別にサポートしており、そのようなサポートがないときは汎用アルゴリズムを使用する。k z ッ p は単にリモートサーバからデータを抜き出すだけである。k z ッ p は全転送データの圧縮にザリブを使う。 ケイズップはモジュラマイナス3で書かれており、ジョンポルストラが設計開発した。ありがとうございます。